日本人にとって当たり前のことが当たり前でない、そんな環境で暮らす子どもたちが世界にはいっぱいいます。約11億人の人たちが安全な飲み水を飲める環境ではなく、また世界には未だ約1億個の地雷が地中に埋まり、多くの子どもたちが被害に遭っています。そこである技術者は、池の濁った水を飲み水に変える画期的な浄化剤で、飲み水に困っている世界中の人たちを救おうとしています。ではどうぞ。現在、安全な水を日常的に利用することができない人の数は世界に11億人以上。途上国で発生する病気の8割は原因が汚染水にあると言われており、そのためユニセフは途上国の村や学校に井戸を設置するなど、きれいな水が使えるようにするための支援を各地で行っています。さて、今回ご紹介する映像では、汚れた水を簡単にきれいにしてしまう日本ポリグルが開発した魔法のような浄化剤が紹介されています。日本ではカンブリア宮殿やガイアの夜明けで取り上げられた。その浄化剤の主成分は、納豆のネバネバの主成分でもあるポリグルタミン酸。これが汚れの原因物質を固めて水と分離させる働きをします。動画には専用の簡易浄水装置も登場しているのですが、その装置がなくても交換するだけで効果を発揮するそうです。映像は他の複数の大手サイトからシェアされたことなどもあり、2日で再生数が400万回を超える大反響ぶりになっています。世界を変える発明として大歓迎する声や、逆に安全性を疑う声など、さまざまな反応がありましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。すごすぎる。日本人はそのうち海水を真水にする装置も作りそうだ。フランス。多くの人の命を救うことになるのは間違いない。アメリカ。いいね。きれいな水が使えない人たちはかなり喜ぶだろう。水族館も簡単に水槽の水をきれいにできるようになる。世界中の人を幸せにするポテンシャルを秘めてるな、デンマーク。国連が採用し始めたら私も使ってみたい。でも今でも汚れた水が生活用水として使われてる地域ではかなりありがたい支援になるだろうね。カナダ。こういう技術って日本には前からあったよ。同じような映像をどこかで見たことあったもん。やっぱり大豆を使って水を浄化してた。フィリピン。すげえ。最新技術ってやっぱ惹かれるよな。この企業は利益に走らないでほしい。必要としてる人たちが買える額に抑えてくれ。アメリカ。装置と大量の浄化剤のセットで9800円。90ドルだから現状まだ結構するな。アメリカ。本当に革命的だ。水質の問題をあんな簡単にクリアできるとは。レバノン。でも水の中のバクテリアは綺麗に見えるだけで、実際のとこはどうなのか気になる。パキスタン。フィルターさえあればほとんどのバクテリアはろ過できるよ。ただウイルスは残っちゃうかも。アメリカ。これは第三世界の人たちにとっても有用だろうけど、軍隊でもかなり使えそうだよね。イエメン。本当に素晴らしい発明だとは思う。でもこういうのって大抵ものすごく高いじゃない。お金がなきゃ手にできないっていうのはちょっとね。アメリカ。これは間違いなく世界を大きく変えることになるぞ。カナダ。もっと研究が必要だと思うわ。水がきれいになっても安全かどうかはわからない。イギリス。あの後にさらに煮沸すれば完璧だろうね。ギリシャ。また日本がやったぞ。革新的な発明はいつだってあの国からだ。ただこういうのって問題は値段が高いことよね。ブラジル。フリント、ミシガン州の都市にあの装置を持ち込んでくれ。もちろんアメリカ政府は何もやらないだろう。国民の健康のことなんか何も考えてないんだから。アメリカ。財政破綻状態にあり、
腐食した水道管を更新できず、市民は高濃度の鉛で汚染された水道水を使用せざるを得ない。考えてみると、国連は数十年もリーダーシップを取ってきたのに、第三世界で起こってる問題を全く解決できてないな。食べ物も、きれいな水も十分じゃない。どうやったら、そんな結果になるんだよ。アメリカ。前に、友人に会いに行くために南アフリカに行ったんだけど、水をきれいにするために漂白剤を使ってたよ。それよりも、はるかに体にいい解決策。スウェーデン。透明になったとしても、私は飲みたくないなぁ。だって、見た目がきれいになっただけで、元は、汚水って事実は変わらない。そう考えると、やっぱり無理だよ。アメリカ。でも、他に飲む水がなかったとしたら？世の中には、選択肢が一つしかない人たちがいるの。汚水のまま飲まなきゃ生きていけない人たちが。アメリカ。こういうのを、本物の革命と呼ぶべきなんじゃないか。アメリカ。これは、マジで世界を変えるね。ただ、第三世界の人たちは、簡単に手に入れられないのが問題。まさか無料で配るわけにもいかないだろうし。アメリカ。第三世界だって。カナダにも、未だに清潔な水が出てこない地域があるぞ。水道水の煮沸勧告が出される町だってあるし。カナダ。私が住んでる地域は、洪水がよく起きるから、ああいう浄化剤があれば、本当に助かる。国籍不明。第三世界を救う一番の発明は、避妊をちゃんとさせることなんだけどな。出生率を見ると、誰も気にしてないのがわかる。インド。こりゃあすげえ。日本人の頭の中を一度覗いてみたい。メキシコ。綺麗になったからといって安全だとは限らない。でも、ちゃんと安全ってことが証明されればすごいことだね。これが確かな一歩になればいいけど。インド。だけど、誰が第三世界のためにお金を出すの？私の40年間の人生で耳にしてきたのは、お金のある国が第三世界を助ける話だけ。私たちが第三世界から助けられることはないの？チェコ。第三世界の国が提供できるのは労働力だろう。彼らが単独でできないことを俺たちが手助けするわけだけど、第三世界を助けることは、自分たちを助けることでもあるんだよ。電化製品がどこで作られてるか知らないの？アメリカ。これは、別にきれいな水が飲めない地域だけじゃなくて、どこの国でも災害が起きた後とかに超便利じゃん。トリニダード・トバゴ。この浄化剤は、汚い川とか湖とかにも有効なのかな。オーストラリア。これを無料で配れるようにするのが国連の仕事だろ。カナダ。世界には泥水しか使えない人たちだってたくさんいるんだ。そういう人たちからしたら本当に助かるはず。ノルウェー。いずれ、地球上のすべての人がきれいな水を飲めるようになる。これは間違いなくその一歩になるはずだ。オーストラリア。日本では蛇口をひねればいつでもおいしくてきれいな水が出るという当たり前の環境。もちろん温かいお湯も出ます。しかし、そのまま水道水を飲める国、世界でたったの13カ国だけという現実、日本だけに住んでいる多くの日本人、想像することが難しいのではないでしょうか。アメリカでは、お水もお湯も蛇口から出ますが、直接飲めるわけではありません。浄化装置などを活用して水をろ過してから飲むのが普通。しかし、世界には安全な水を利用できない人、7億4800万人も存在しているとは、今、この不便な生活を強いられている人々の数を、限りなくゼロにしようと試みている人、そのような人々の試みに感服です。